この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K のダボゲネスというわけでね、ゴジラベースの実況やっていきたいと思います。おー、これはそこ戦っちゃう系なのかな。おいしょ、久々のねガズリア使っていきたいと思います。お、意外と仲良し好良しですね。あれあれあれで平和協定やってみますが、反応はいたしませんね。これはじゃあ野良の方ということで認識させていただいていいのかな。まあ一応近づいてみようか。なんか平和協定せずとも平和な日常を送っているみたいなんで、さあどうなるか。一応今なんでガズリア使ってるかというとね、この頃ね、映画でガズリアがまあ敵としてね、映画になりましたけれどもね、まあそれを記念してちょっと今回ガズリア使っていきます。おお、いやごめん、俺飛べないんだ。てかガズリアどこ見てんのかな。挨拶してみよう。おお、挨拶は返してくる、素晴らしい。じゃあスペゴジの方に、あ、なんだ、向こうから挨拶、素晴らしいね。おお、ただ平和協定しないところを見ると、おっ、おお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 お、スペコジがやめろと言わんばかりに、おおおお、なんか急に始まったぞ。おおおおおお、なんか俺にワンパン入れたスパメカのせいで、なんか対戦が始まった、ゴングが鳴ったみたいで、あ、遅延しましたね。あ、遅延じゃねえ、遅延って遅れるってことだよ。なんだなんだ、スペコジなんかありがとう、なんか俺のために怒ってくれて優しい、このスペコジ。もうだ、俺にズームしてやろうかと思ったらすんげえ勢いで逃げちゃったよね。さあどうしようか、この状況どうしようかな、どうしよう。スパメカ浮いてるね。まあ、じゃあちょっとだけちょっと街蹂躙しようかな。あー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 あああ、豪快にまたやっちゃって、あちらは壊さないんかい。おっと、後ろについた、なんか嫌な予感するぞ、これなんか嫌な予感するぞ、やっぱりな。あぶね、あぶね、あぶね、やつやってくるな、霧で見えないちょっと行こうか。さあどうなるか、やるのか。どうなの、あれ、やるのやらないの、どっち。あ、やるの。おお、いいよ、じゃあやろう。さあどうだ、あ、でもこいつ確かビーム耐性あるんだよな、あんま食らってねえな。後ろから来てる、おお、まさかの挟み撃ち、おお、届いた、よかった。これなんとか大乱闘にしていきたいね、後ろからも結構来てるし。お、ここだ、おー、なるほど、おお、まさかの、おー、いい感じに大乱闘なんじゃない。来いや、来いや、お、来るのか、そっちかい、普通にやろう、オーケーオーケー、おっと、おっ、当たってないのにやっちゃった、せっかく避けたのに反射で押しちゃったよね。おおお、危な、
ここよし、根元から入ったんじゃない？もう一丁。よし。おお、これでどうなるか。立ち上がりがどっちが早いか。おお、向こうだった。ここは食らうわけにはいかない。スピコジも来ている。次スピコジだな。おいしょ、ほい。ちょっと突っ込んでいくか。おおいしょ、よいしょ。ちょっとゴリゴリいこうかな。おーおーおお。さあこれを防ぐしかないんじゃないか。おお、氷結晶を保ちたいがために。だが攻めていくスタイルで。おっとスペゴジのパターンを全部壊してみた。よし、危ない、掴まれるところだあ、それは当たるな。痛いな、それは。で、後ろに来ているので、そちらを一度片付けよう。おお、おお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 お。スペコジが前に出た。あ、なんかちゃんとできてんのかな、これ。乱闘に。なんかスパメカは完全に俺狙いな気がするけどね。おお、ちゃんと出してるね。こっち飛ばしてくそうだな、スペコジ。やっぱりか。なんとかかわした。おーし、なんとかかわした。届け、届かねえか。どうなるか。これ以上いけねえな。おし、なんとか届いた。突っ込んでいくぜ。ほいほいほい。よし、やっと着いた。大丈夫、これいける。おお、当たるか。なんか意外となんか地味に重いというか、重くはないか。ぬるぬるか。なんかスペコジすげえ来る、すげえ来る、スペコジ。なんか俺のダメージすごくね、今思ったけど。いりりりりり、ああ気づいた時には死んでいた。え、でも俺頑張ったと思う。ありがとう。またできたらやろう。こっち行ってない。いやー、なんか悔いが残るな、今回は。いや、でもいい感じにダメージを与えたと思う。さーてと、次はどうしようかな。久々にデストロイヤー行くか。俺使ってないよね、この頃ね。誰かいらっしゃるかな。おー。ほい。お、ピクケンがいる。6728回勝ってんの。すげえな。その数すげえな。驚くわ。さあ、ケイさんです。はい、どうも、ケイです。よろぴこ。おー、二人とも平和協定知っててよかったー。よかった。久々やなー。久々。皆さん久々。お待たって。お待た。さあ、平和協定行こうか。すごいね、ゴジラ2体に囲まれるデストロイヤー。おーっとっとっと、ごめん。ちょっと待ってよ。では京都やろう。おー、ごめんよ。来た。うほ、これこうだな。おー、やべえ、かっけえ。やば、これやばい、超かっけえ。ありがとうございます。おお、ピクケン分かってるね。オーケーオーケー。よし、じゃあバトルかな。デストロイヤーの使い方ちょっと忘れちゃったな。ドーシーン。おっと、街を破壊するのかな。おや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 、どうした？あ、そっか、映したいのか。任せて、でもちょっと遠いな。でも尻尾当たりそうなんだよな。
おお、チップ当てないようにね。おお、なんか今一瞬熱戦の中が見れた気がする。もう一回吹いて、もう一回吹いて。あ、違う違う違うな、ちょっと違うな。 OK、 まあ映せたけどね。 OK、 レバーも果たしたね。よし、どうした、何がしたいどうした、これはあれかな、裏世界、異世界に行こうとするのかな。あ、多分そうっぽいね。そこ行く？あ、行った行った。じゃあ次は足。あ、そうかそうか。もう中にいるから。ゲットゥーオブザファイヤーできるのか。イエスイエス、入れてください。あ、いけない？おーおーおー。お、じらすね。じらすね。おーし、あざす。ありがとうございます。ウェイ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 。異世界です。さあ、あと一匹。あと一人じゃなくて一匹だ。じらす、じらす。めっちゃじらす。じらして、掴む。オッケー。すごいね。これどこまであんだっけな？おー、まだまだ全然足音。足音じゃねえ。足場がある。おーおーおお、ここら辺からないのかな。あ、まだあるね。ここら辺がちょっと怖いな。あ、皆さんね、あの初見の方見てるかなと思いますんで、これあのバグです。これバグです。普通ビルにめり込みませんので、これバグです。あ、ここからもう足は、あの足場がない。危険ですね。多分ここの道路かな。道路から足場がなくなってる。え、ここでやんの？おう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 おお。待ってね、待ってね。君たちを撃つそう。富士カラーで撃つそう。おお、ごめん、ちょっとそこ取りにくいね。いいよ、いいよ、そこだ。ゴー、ゴー。いいよ。落ちたー、落ちたー。いってらっしゃいだね、これね。ふふ。ふふ。お仕事してきて。よいしょ。俺これ落ちるかな。おー、着地。おもろいぞ。ビルから顔が出てる。デストロイヤービル。お前らも全然足場がある。いいぞ。ここはどうだ。お、あるね。おー、あれか、ここの線からないのかな。落ちたーじゃあ俺も落ちようかな。シュワッチ、シュワッチ、いいよはい、というわけで戻ってきました。バグから解消です。それではね、早速戦っていこうかな。ヘイ！オッケー、許可もらった。次そっち。ヘイ！オッケー、許可もらいましたので、それでは早速やっていきたいと思います。ビー。おお、横来てる。おおっと、まさかのムチ打ちみたいな。おお、あべ。おお、これは食らっておこうか。おお、さあどうなる。おっと、かっこいいな。ほい。おお、いでででででで。で、これデストロイヤーってどうやるんだって。よいしょ。おお、いいね、なぎ払いがうまい。これか。おお、おお、おお、
うめえ。おーおお、食らってる食らってる。ほいほい。さあどうなる。おお。おお。最後切れ。あ、切れない。おお。うまい。痛い。痛い。おおおおおお、すごい、すげえゴリ押し。バニゴジやっぱ強えな。おっと危ない、痛い痛い痛い、体内放射痛いからね。おーおーおお、じゃあちょっと追っかけてみようかな、追っかけてみようかな。もうすげえバトル、ゴジラ VS ゴジラだからねこれ。すげえ、体内放射ぶつかり合ったらもう人類生きていけないから、そこ汚染区域になるから、本当に人間立ち寄れないから、立ち寄った途端溶けるからマジで、なんだったら片方メルトダウン寸前なんだからそんな体内放射食らったら人間ひとたまりもないからね。ここもうここの地区終わってるから。うわうわ、すげえ、こっち来ないで、こっち来ないで。なんかすごいことになってるけど、俺が入る隙がないんだけど、どうしよう。すごいゴリゴリやってるんだけどお、やっと開いた、やっと開いた、俺入れる、俺入れる、入れるけ。じゃあ俺ちょっと入りに行こうかな。よし、俺入りに行こうかな。うんうんうん、入る隙間ないな入る隙間ないな。すごい勃発してんな。おーおーおお、かっけー。ごめんね、ちょっとみんなね、この戦い映したいんだけど、ちょっとデストロイヤーの羽が邪魔なんだわなおーっと、勝負決まっちった。デストロイヤーの羽が邪魔って言ってる間に素晴らしいことになってるぞ。さあ戦っていこう、行こう。おお、おお、おお、これで多分、おお、マジか。うお、うめえ、それうまい。おお、おお、あかん、あぶね。おお、うわっしょっぽい死に方したな俺。ちょっと今頑張ってみたんだけどな、ちょっとまだ俺デストロイヤー使いにはなれないみたいだやっぱデストロイヤー使いといったら、うちの実況に出てくれるあのゲスト5時これくらいかな。あいつはだいぶね、あ、まあリスナーさんなんだけどね、あの方はね結構ねデストロイヤーうまく使えるんですよ。まあね、またまた次くらいの動画で出てくるでしょう、いつか出てくるでしょう、あの方もね。はい、というわけでね、今ピクケンという方出てくれたと思うんですけれども、あの方はね、ゴジラ実況における僕の動画で多分一番最強かなと思われるリスナーさんですはい、そのやつに勝てるわけねえだろこの野郎はい、というわけでね、今回はここら辺で終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。